日本改革党と申します。2月12日に渋谷にて NHK スクランブルデモを開催いたします。スクランブル放送というのはですね、お金払ってないと砂嵐になっていて見れない、契約者しか見れないというサブスクリプションであります。 NHK は何年も前からスクランブル放送にしなさいと、お金払ってない人見れないようにしなさいと、それに賛成する国民が7割に達しているのに固くなにスクランブル放送をやろうといたしません。皆様の中には NHK にお金払っておらず、契約しておらず、なおかつ NHK をただ見している方も中にはいらっしゃるかと思います。そしてそれはNHK に契約して真面目にお金払っている人にとってはずるいことになりますよね。不公平ですよね。今 NHK にきちんとお金を払っている人にとってもスクランブル放送が不公平のない手段であります。さらにはですね、スクランブル放送に主催すれば契約してください、夜中来る集金人もいなくなりますし、契約しろっていうしつこいお手紙も来なくなるんですよ。どうしてこういう合理的なスクランブル放送を NHK はやろうとしないんでしょうか。新しく就任するですね NHK 会長がですね、番組の質を落としてはいけないと、まるで今素晴らしい番組作ってるようなことを記者会見で言っておりましたけれども、そんなに自信があるんでしたらば NHK はスクランブル放送にしてそれを証明すればいいではありませんか。そんなにいい番組作ってるんでしたらば皆さん契約して見てくれますよ。自分たちの番組の質の高さを世に問えばいいじゃないですか、スクランブル放送にして。さらにはですね、釜山あたりの漁師は NHK の天気予報を見て漁に出るそうであります。それなのに受信料の徴収は日本人からだけ、これ不公平じゃありませんか。スクランブル放送にすればこういうところも解決するのであります。どうして NHK はやろうとしないんですか。2月12日に渋谷にて NHK スクランブルデモを開催いたしますので、もしよかったら皆さんご参集ください。